よ、遅かったじゃねえか。よ、リーンに有望たち、ティータも一緒だったとはな。僕たちの宿舎帰ってきたんだ。ああ、一月半ぶりになるのか。懐かしい。故郷のない私がこんな気持ちになれるなんてあるってば。何言ってんのよ今さら過ごしたのはまだ数ヶ月程度ですけど、僕たち分校生にとってもう一つの家となっていたみたいだ私にとってもですま、否定はしないぜやれやれ。ある意味共感冥利につきますね。Thank you.
さあみんな入って。ランドルフ教官にティータまで。そこにいるのはまさかリーン教官ですか。ごきげんよう、七組の皆さん。久しぶりだ、バンダール。オスギリアス盆地以来か。シュバルツァーとオルランドは久しぶりだ。来ると思っていたぞ。そして四番弟子も、よくぞ戻ったと言っておこう。丁重に保護させてもらっている。危害などは加えていないから、その点は安心するといい。無論だ。皇太子殿下の留守は本校の誇りをかけて守り抜く。客人方を解放したくば、我々を乗り越えるしかないだろう。こちらも本校選抜メンバーと教官陣、人形兵器も加えた鉄壁の布陣です。リーン教官がいたとしても簡単には突破できないでしょう。最終地点はアインヘル商用祭。ただし入るにはカードキーが必要だ。これが過去最高難易度の最終テストになろう。お前たちがクリアできるか楽しみにさせてもらうぞ。